春のある晴れた日、村の教会で一組の結婚式が行われました。人参はガールフレンドのマチルドに誘われて式を見に来ていました。ねえ、人参？人参もう一個だったら誰かと結婚するんでしょ？そんなこと考えたことないよ。でもするんでしょ？多分ね。人参のお嫁さんはどんな人？目が大きくて髪の毛が長くて、そうだ、マチルドみたいな人だ。でもマチルドは嫌だよな。僕は赤毛だし、痩せっぽちだし、顔中そばかすだらけだしさ。そんなこと私言っちゃるよ。私大きくなったら人参のお嫁さんになってあげるわ。本当かい、マチルド？ええ、本当よ。それじゃあ指切りだ。ええ、いいわ。へえ、聞いたぞ聞いたぞ。そうか、人参、お前マチルドが好きだったのか。好きだなんて、そんなんじゃないよ。ごまかさなくたってその顔にちゃんと書いてあるよ。そんなに好きならお前たちの結婚式あげてやろう。あ、結婚式って？僕たちの？来いよ。これより人参マチルド両人の結婚式を行うぞよ。さて人参、何時はこの女を妻とするか。牧師がそう言ったら花婿ははいと言うんだよ。はい。マチルドは何時はこの男を夫とするか。は、はい。よし、これで式は終わりだ。二人で誓いのキスをするんだ。キス？ああ、式が終わったら花婿と花嫁はお互いにキスするんだぞ。こんな風にさ。しさあ、今度は人参の番だぞ。あ、まずい。人参。あ、お待ち、こちらお向き。今何をしてたんだね。僕たち結婚式だよ。結婚式ごっこよ。結婚式だって？そうさ、僕たちは好き同士なんだ。あ、子供のくせに一体何をするの。マチルド、あなたもさっさとお家を帰り、お母さんに言いつけるわよ。はい。さあおい、一体どうしてあんなバカな真似をしたんだい。兄さんだよ。兄さんが二人の結婚式をしてやるって。フェリックスが？フェリックスはどこにいるんだい。今までここにいたんだけど。どこにもいやしないじゃないか。フェリックスのせいにするなんてとんでもない子だよ。罰として人参は草むしりをさせられることになりました。でも兄のフェリックスは助けてはくれませんでした。僕は知らないよ母さん。人参のやつデタラメ言ってんだよ。そうに決まってるじゃないか。人参は仕方ないと思いました。ひどい目に遭うにはもう慣れっこになっていたからです。おい人参。レミ、一緒に来ないか。川でおたまじゃくしすくんだ。うん、母さんに聞いてよ。え、僕たちもかい。うん、どうせダメだと思うけどね。おばさん、僕たち川へおたまじゃくし取りに行くんだけど、人参も一緒に行っちゃいけない？そら、言った通りだろ。しょうがないよ、レミ。行こう。じゃあな、人参。おや、どうなさったんですか、人参坊ちゃま。一人ぼっちでつまんないんだ。話し相手もいないし。僕、手伝う。あ、ダメダメ。そんな汚れた手で。ほら、汚れちゃった。ごめん、いいんです、人参坊ちゃま。あがっと、母さんが呼んでるわ。父さんお出かけだって。は、はい。人参、お前草取り終わったの？それじゃあ、鶏の餌やったらさっさとしないと日が暮れるわよ。あがっとに遊んでもらう暇があったらね。
何グズグズしてんの、人参。さっさとやれよ、人参。分かったわね、人参。もうたくさんだ。一人ぼっちの人参はこうしたら死ねると思ったのです。一方、そんなこととは知らず、父のルピック氏は村の居酒屋でビールを飲んでいました。それでは村長選挙の成功を祈って乾杯。乾杯。ルピックさん、さてどなたでしたかな。ルピックさん、私を忘れですか。ああ思い出した、小学校のビローヌ先生。これは失礼、思いがけないところでお会いしたもんだから、あなたのご子息さんのことでちょっと話がありましてな。あいにくですが、私はこれから村長選挙のことでみんなと相談がありまして。ルピックさん、私が相談したいのはあなたのご子息さんのことですぞ。ご子息のフランソワさんのことで大事な話があるんですぞ。人参のことで。失礼、ちょっと待ってください。何ですか、人参のことで話とは。あの子が落第しそうなんですか。これをお読みください。フランソワの書いた作文です。僕は家族みんなから嫌われています。家とは人々が憎しみ合って生きているところです。家族とは他人の集まりです。これを人参が。そうです、あんな小さな子供の書く作文ではありませんな。フランソワは特別な子供ではありません。ごく平凡な子なんです。その子をこんな気持ちにさせたのは父親であるあなたの責任なんですぞ。あの子は愛に飢えています。あの子を救うことができるのはあなただけですぞ。ルピックさん、そろそろ話し合い始めるよ。先に始めてくれ、わしはちょっと用を思い出したんだ。ルピック氏は初めて気づきました。人参をこんな気持ちにさせたのは自分の責任だと。そして人参の作文を読んで不吉な胸騒ぎを抑えることができませんでした。おい、人参は。フランスはどこにいるんだ。フランスは知りませんよ、あんな子のこと。あんな子だ。あらわしの子だ。そしてお前の産んだ子だ。お前たちの血を分けた兄弟なんだぞ。フランソワ、フランソワ、フランソワ。フランソワ、フランソワ。お父さん、やめなさい、やめなさい。話してくれよ、父さん。僕はいらない子なんだから死ぬんだよ。死ぬなんてそんなバカなことをやめて、やめなさい、やめなさい。フランソワ、母さんが嫌いなんだ。もうこんな家なんか待ってるだ。こうなったのも母さんが悪いんじゃない。みんなこの父さんが勝手に差し置いたからだ。許してくれ、フランソワ。お前の気持ちも考えず、父さんこそほったらかして、この通り。謝るなんて、顔上げてよ、父さん。それじゃあもう死ぬなんて言わないって約束してくれるかい。わしを悲しませないかい。悲しむ？僕が死んだら父さんは悲しんでくれるの？当たり前じゃないか。お前はわしの子だ、わしの大事な息子だ。父さん。フランソワ、父さん好きだったんだ。前からこうしてほしいと思ってたんだ。許してくれ、寂しい思いをさせて。父さん、僕の父さん。だから母さんも許してやってくれ。母さんの悪いところは改めさせた。たった一人のお前の母さんなんだから。お願いだ、フランソワ。僕、フランソワより人参と呼んでくれた方がいいよ。よしよし、うん、涙を含んだ人参。父さん。